元ブログ界のバキバキ TT、夜勤明けライダーです。本日はですね、とあるリスナーさんからいただいたお悩み相談にお答えする回ということでですね、お話をさせていただこうかなと思うんですけれども、まあどういった内容のご相談だったのかというとですね、お疲れ様です、お疲れ様です。夜勤明けさんの仕事は楽しいですか？今の仕事がきつくて休日バイクに乗る気力が残っていません。夜勤明けさんの思う人生論的な動画も上げてもらえると嬉しいです、という内容のご相談でしてね。まあ人生論ですか。正直そういうようなことってね、今までろくに考えもせずに生きてきた僕にとっては非常に難しいテーマではあるんですけれども、とりあえずですね、こんな僕でも人生で一番大事にしていることがあってですね、それは何かっていうと、考えてもしょうがないことはなるべく考えないようにしているっていうことなんですね。例えば身近な例で言うと、このバイクが欲しいけれども買った後はきちんと維持していくことができるんだろうかとか、今やっている仕事を辞めたいけれども次に何をやっていいかわからないし、第一辞めた後どうやって生活していこうみたいなことですね。まあ全く何も考えずにね、行動してきたっていうわけではないんですけれども、考えすぎて二の足を踏んでしまうっていうような事態になることだけは避けていきましたね。仕事はというとですね、結論から言うとクソつまんないです。もうクソがつくぐらいつまんないです。ただ僕が思うにね、仕事っていうのはある程度自分を捨ててでも他人を満足させて、そのお礼としてお賃金だったりお給料売上という形でね、お金を頂戴するのが仕事。他人の満足なんて一切考えずに、自分を満足させるためだけにやるっていうようなことが趣味なんじゃないかなと思っていまして、まあめったにねないことなんですけれども、自己満足でやっているだけのことなのに、いつの間にやら他人も満足させていて、気がつかないうちにどんどんとお金が舞い込んできてしまうっていうようなことが、その人にとっての天職と言える職業なんじゃないかなと思っているんですけれども、まあそんな仕事に巡り会えたらね、どんな人でも漏れなく超ハッピーな人生を送ることができるでしょうから、僕も含めてね、みんなそういうのに憧れるんでしょうけれども、そんな仕事に出会える確率なんて非常に低いんじゃないかなと思いますし、もし運よく出会えたとしても、それだけで食っていける確率っていうのは限りなくゼロに近いんじゃないかなと僕は思っています。まあそれでもですね、できればそういう仕事に出会いたいじゃないですか。ですから僕もそういう仕事に出会いたくって、今までいろんな業種の仕事をしてきましたけれども、ただですね、何をやってもね、あ、この仕事は面白いな、一生続けていこうかなっていう風にね思ったことは一度たりともないんですよね。僕はですね、本当に子供の頃から将来の夢とかやりたいことっていうのが全くなくてですね、とりあえずその日一日が楽しかったらまあそれでいいかみたいに思っていました。バイクに対するね憧れだけは持っていましたけれども、二十歳くらいになってもね、ずっとそんな感じでですね、このままじゃさすがにまずいよな、何かやりたいことが見つかるといいなーなんて思ってね、自分探しの旅みたいなことをねやっていたりしましたけれども、旅に出てみたところでね、全然ねやりたいことって見つからないんですよね。もう本当にね、どこに行っても何にも見つからないんですよ。むしろね、旅をすればするほどどんどんわからなくなっていくっていうですね、そのドツボにはまったまま社会に出てしまいまして、そしてね、よく調べもせずに入った会社がブラック企業だったので1年で辞めてですね、バイクの免許を取って、さて仕事を探さなきゃっていう風になってですね、ただそれでもね、何をやっていいのか全然わからなくって、貯金は減っていく一方だったので、仕方がないんでね、とりあえずね、先入観にとらわれずいろんな仕事をやってみて、やりたくないなと思ったら別のことをやってみて、そして最終的にやりたくないっていう風に思わなかったことが多分自分のやりたかったことに違いないというですね、消去法でやりたいこと探しをすることにしまして、まあただですね、そんな気構えで仕事をしていたら、ちょっとの壁にぶち当たっても一切乗り越えようともせずに、すぐに方向転換してしまうというですね、まあダンゴムシとかゴキブリみたいな人生を歩んできたんですけれども、それでもね、あいつらが賢いなぁと思うのは、壁にぶち当たってね、一旦右側の方向に方向転換していったとするじゃないですか。そして行った先でまた同じような壁にぶち当たると、今度はさっきと逆の左向きにね、方向転換をするっていうような習性があって、節足動物によく見られる交代性転向反応っていうんですけれども、そうすることによってね、ジグザグで遠回りにはなっても、大きな視点で見るとね、ある一定の方向に向かって突き進むことができるっていう知恵をね、あいつらは持っているんですよね。あいつらね、虫ですから脳みそなんてほとんどないくせに、それだけはね、条件反射的にやっているみたいなんですよね。まあですからと言っていいのかどうかわかりませんけれども、我々も行き詰まった時にはですね、あまり考えすぎずに、それまでと全く違う方向に突き進んでみるっていうのも一つの生き方なんじゃないかなと思いますね。まあただですね、そういう時に似たような方向にばかり向きを変えているとね、同じところをぐるぐる回ってしまうだけになってしまうと思いますから、壁にぶち当たったらね、無謀だと思われても、前回判断した方向とは全く違う方向に突き進んでみた方がね、いいんじゃないかなと思います。ただまあそういう時って必ずと言っていいほどね、ごちゃごちゃ言ってくる人っていうのが現れるんですよね。まあ例えば辞めようとしている会社の上司の人間だったり、身近にいるね、家族とか友人だったりね、YouTube でもこの業界は辞めとけみたいな否定系の
の動画とかね、いろんなケースがあるんですけれども、大体ね、辞めるとき上司が言うのは、ここで続かない人間はどこ行ったって続かないよとか、家族とか友人ならね、今まで全然やったことがないようなことをやってもね、うまくいくはずがないじゃないかっていうふうなことですね。続くか続かないかとかね、うまくいくかいかないかなんてね、そんなのはね、やってみねとわからないことですからね。なんであなたはやる前からそんなことがわかるんですか？正しい根拠ゆえっていうね、感じなんですけれども、僕よりも年配の人はね、大好きな言葉なんですけれども、僕よりも若い人には嫌がられている言葉にね、石の上にも3年とか、継続は力なりっていう言葉がありますけれども、僕はその言葉は半分本当で、半分嘘だと思っていて、まあどういうことかっていうと、これは面白い、どうすればもっとうまくできるようになるだろうっていう風にね、トライ&エラーを繰り返しながら、何か一つのことを3年以上続けると大きな力になるっていうのは事実だと思います。実際僕はね、元ブログを3年ちょっと続けていますけれども、最初の頃に僕が作った動画なんてね、もう見れたもんじゃありませんからね、なんかダラダラボソボソ喋っていて何言ってるのか全然わかんねえし、構成もねめちゃくちゃで意味不明だし、そんな動画はねもう20本近く削除してね、この世から消し去ってしまいましたけれども、もちろん今現在でもですね、どうすればもっと良くなるかなっていうのは常に考えて動画を作っていますけれども、とりあえずはね、まあ人様に見せても恥ずかしくないレベルにはなっているんじゃないかなということは思いますね。それならば3年以上続ければどんなことでも上達するのかっていうと、そういうわけでもなくてですね、あーなんかこれやりたくねーなーとか、めんどくせーなーとか思いながらね、なんとなく惰性で同じことをダラダラと続けていても、それを3年続けようが一生続けようが多分何の力にもならないと思います。その言っていなかったんですけれども、会社はねもう辞めてしまいました。会社勤めをしていた時はね、なんか老後は2000万円の貯蓄がないと死んじゃうみたいな話を聞いてね、まあその話が嘘か本当かは分かりませんけれども、まあとりあえず貯金がないよりはあるに越したことがないよなと思って頑張ってね、貯金していたんですけれども、学生時代のね同年代の友人が心筋梗塞で突然亡くなってしまったという知らせを聞いてですね、それまではね自分が死ぬなんていうようなことは一切意識したことはなかったんですけれども、40歳を超えるとね、いつ死んでもおかしくないんだなと思ってですね、じゃあ老後のために今を生きるのってなんか違くねえかと思ってですね、当時はまだこのチャンネルの登録者数も200人か300人くらいだった時で、収益化のね目処すら立っていなかったんですけれども、今の自分がやりたいと思っていることを最優先させて生きていくことにしたんですね。同僚にはね、今更 YouTube なんかやったって収益化なんかできるわけないじゃないかっていう風にね鼻で笑われましたし、さすがの僕もですね、いくらなんでもちょっと無謀が過ぎるよなーなんて思ってね、一旦躊躇したんですけれども、その時にね僕の背中をポンと押してくれたのが、プロレスラーのねアントニオ猪木が引退挨拶で言った有名な言葉があるんですけれども、超有名な言葉なのでね、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、どういった言葉かというとですね、この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる、迷わず行けよ、行けばわかるさ、行くぞ、1、2、3という感じでね、今に至るわけなんですけれども、今はねいい言い方をすればフリーランス、悪い言い方をすれば単なるプータロのおじさんっていう感じで生きているんですけれども、会社勤めをしていた頃はね、いかにバレないように手を抜いて過ごすか、そしていかに休みの日を充実させるかみたいなことばかり考えていましたけれども、フリーになるとね、そこら辺がすごく曖昧になって、毎日がね仕事っちゃ仕事だし、休みっちゃまあ休みみたいなね変な感覚になってしまいまして、よし今日は休むって決めていても仕事しちゃう時もありますし、今日は仕事をするって決めていてもね、休んじゃうこともあるんですよね。ただ休んでいてもね、頭の片隅では常に仕事のことを考えていますから、もう休むって決めていてもね、思いっきり羽を伸ばして心から楽しんで遊ぶっていうようなことはねできなくなっちゃったんですよね。まあどっちの状態が幸せかっていうのはね、人によって違うと思うんでね、一概にどっちがいいのかっていうのは僕には言えませんけれども、まあ僕としてはね、どちらかというと今の方が幸せかなという感じですね。フリーになるとね、1日16時間とか働くことも時たまあるんですけれども、誰かに強制されたり、なんとなく同調圧力に屈してやらされる長時間労働と、自分でねもう今日はやるしかないっていう風に決めて腹をくくってやる長時間労働とはですね、同じ時間働いてもねストレスっていう部分では全く違うんですよね。一番最初に勤めていた会社では、毎日がねやらされる感じの長時間労働で、休日の日はね疲れ果てて寝てばっかりいましたけれども、その会社以外のところで働いていた時はね、休みの日を充実させたくって、いろん
ろんな趣味に手を出してですね。でね、結局バイク以外は長続きしなくって、ほとんどが三日坊主に終わってね、やらなくなっちゃったんですよね。まあそこでね、僕が得た一つの結論なんですけれども、休みの日はね、無理に充実させようとしなくても別にいいんじゃないかなということなんですよね。もうね、寝たかったら、寝た方がいいんじゃないかなと思います。少しだけ二度寝するつもりがね、気がついたら夕方になっていたとかってなるとね、すごくもったいないように感じますけれども、もうね、それはしょうがないと思いますよ。だってね、体が睡眠を求めていたっていうことだと思いますからね。人間のね、生きる意味とか目的なんて、食う、寝る、出すの3つが達成できたらそれでいいんじゃないかなと思いますね。まあ地球上の全ての生き物に共通することですし、出すの中には排泄の他にもね、子孫を残すっていうことも含まれるんですけれども、で、まあその3つの目的が達成できて、なお余裕があるのであれば、バイクだったりね、キャンプだったり、そういった趣味に時間を使えばいいんじゃないかなと思います。食う、寝る、出すの3つのうちにね、食うと出すの2つは結構みんなね、ちゃんとやるんですよ。特に出すに至ってはね、男はみんな必死でやろうとしますけれども、ただね、昔の僕もそうだったんですけれども、寝るをおろそかにする人ってね、日本人にはかなり多いように思うんですよね。とある会社でね、外国人技能実習生と一緒に働いていたことがあるんですけれども、海外の人ってね、残業を頼まれても、今日は疲れたよ、眠いから帰るよ、っていう風にね、片言の日本語でしたけれども、きっぱりと断って帰っていましたね。残業を頼む方もね、そういうお国柄の人だっていうのは分かった上でダメ元で頼んでいますから、あ、そう、じゃあ疲れてない時はよろしくね、なんつって丸く収まっていましたけれども、疲れたから帰って休む、眠いから帰って眠るっていうのはね、人間が生きる上ではごく自然の行動なのに、どういうわけかね、日本人しかいない職場は、始業ギリギリに出勤すると、もっと余裕を持って来なきゃダメでしょうとかっていうくせに、帰る時間にはね、本当にルーズなんですよね。その中にはおつぼねみたいなやつがいてね、この人よりも先に帰っちゃいけないみたいな暗黙のルールがある職場もあったりとかしてね、僕はね、もうそんなの知らねえよって思ってね、ニコッと笑ってお先に失礼しますなんつって帰っていましたけれども、結構ね、そのおつぼねに嫌味を言われるのでね、うわこいつめんどくせえとかって思いながら帰ってましたけれども、前の僕はね、睡眠時間よりもバイクを優先させていた時があって、夜勤明けにツーリングに行くために、勤務中にバレないように眠るにはどうすればいいかっていうのをね、常に考えていてね、立ったまま寝る練習とかをねしてたりしましたけれども、ただね、僕の経験上、うつとかメンタルを壊す原因の大部分っていうのはね、睡眠不足か睡眠時間が足りていても熟睡できていないからっていうのがね、大きいんじゃないかなと思うんですよね。そこら辺に関してね、話し出すとすごく長くなってしまうので、またの機会にするとしてですね、やっぱりね、バイクに乗るのがしんどかったらね、無理して乗らずに家で寝てるのがいいと思いますよ。だってね、そっちの方が大事だと思いますもん。まあバイクってね、他の趣味と比べてね、初期投資がかなり高額になりますから、一旦始めてしまうとね、乗らないともったいないっていうのは僕もよくわかるんですけれども、僕がね、他の動画でも言っているように、バイクに乗っていてよかったなぁと思えているのは、ただ単に僕の場合結果的にそうだったというだけであって、もしかしたらそれはね、三日坊主で終わってしまった他の趣味だったのかもしれないわけじゃないですか。まあですからね、やってみたはいいけれども、これは自分にはちょっと合わなかったなぁっていう風になってもですね、そんなに思い悩む必要ってないんじゃないかなと思いますね。僕だってね、今日ツーリングに行こうと思っていたけれども、なんとなくダリーからやめるとかね、チェンシコしようと思ってたけれども、なんとなくめんどくせえからまた今度にしようとかね、そういうのザラにありますからね。ということでね、こんな話でしたけれども、あなたの悩みが少しでも解消されたのであればよかったんじゃないかなと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた来週、さよなら。